さてこのバレンスの水道橋があるところっていうのは、昔コンスタンティノープル時代はですねアマストリアヌス広場というのがあったんですね。でこのアマストリアヌス広場っていうのは、まあ、この道ちょうど同じ道ですけどこの道をずっとまっすぐ行くとテオドシウス広場今のベアズット広場に出てそこからちょっとね斜めに左の方に行くと、コンスタンティヌス広場今のチェンベルリタ市があって最後ハギアソフィア聖堂のところのミリオンまでつなぐっていう、まあ、コンスタンティノープルのですね一番のこう目抜き通りが、続いていたんですね。でこのアマストリアヌス広場が何で重要かっていうとこの通りをずっと北西に向かっていくと、コンスタンティノープルのハリシウス門があるんですね。で一方南西の方に多分この角の角だと思うんだけどね今道がないんですけど、向かっていくと黄金門っていうのがあるんですよ。でそのちょうどこう分岐点になるのがこのアマストリアヌス広場になってたんですね。でちょっとね私これビザンツ市詳しい方に教えていただきたいんですけどこの本によってですねこのアマストリアヌス広場が分岐点っていう本とあとは今のラーレリーの方にあのフィラデルフィオンっていう場所があったんですがもともとはディオクレティアヌスのテトロルキアの像が置いてあったことで有名なんですけどそれが分岐点だったっていう本があるんで分かれてるんですよね。どっちの方が正しいというかあの定説に近いのかというのをちょっと詳しい方いたら教えてほしいなというふうに思います。で、この場所にもう一個遺跡が残ってましてそれがですねハギアポリエウクトス聖堂の跡です。でハギアポリエウクトス聖堂というのはですねもともとハギアソフィア聖堂の前に、大きか一番大きかった聖堂ここなんですよ。ハギアソフィア聖堂は31メートルぐらいドームがあるんですね。このハギアポリエウクトス聖堂はですね17メートルのドームがありましてまあ、そのドームこの聖堂に対抗してユスティニアヌス大帝がハギアソフィア聖堂のねでっかいドームを作ったんじゃないかというふうに言われています。まあ、一応なんか世界遺産ですよっていうのがありまして、まあ、柱これ見つかった柱ですよね、が残ってるだけなんで、まあ、観光する人はまあいないと思うんですけども一応歴史的な場所ですよということでご紹介いたします。アマストリアヌス広場からですね西の方に向かって1本入ったところに、ローマ時代の円柱が立っております。でこれがマルキアヌスの円柱ってやつでマルキアヌスっていうのはですね5世紀半ばのビザンツ皇帝東ローマ皇帝ですね。で、まあ、順番で言うとですねどんな感じかっていうとテオドシウス帝が一応東西を統一してた最後の皇帝ですけどもその息子のアルカディウスが、まあ、一応便宜上初代東ローマ皇帝で、その後に息子のテオドシウス2世の時に、まあ、城壁が完成しますよね。でテオドシウス2世の姉と結婚して皇帝になったのがマルキアヌスという人です。まあ、教科書出てこない人なんだけど一応彼の時代の時にね451年にカルケドン公会議っていうのをやっていて、タンセロンが異端になったやつですよね。まあ、それで教科書に載ってるぐらいで、まあ、皇帝の名前としては覚えなくてもいいかもしれません。まあ、トルコ語ではねクズタシュっていう風に言うんですけどもこれ何でかっていうとですねここに女性の像が彫ってあるじゃないですか。でこれね何かっていうとですね勝利の女神のビクトリアなんですよ。でこれギリシャの勝利の女神のニケに由来するものでルーブルの美術館にあるサモトラケのニケですよね。でそれが書かれてるんですけどこれってすごい不思議なもので何でかっていうと先ほど名前が出たテオドシウス帝の時にキリスト教がもう国教化されてるじゃないですか。でなのにキリスト教が国教化されているのに異教の神を、もうこれ国教化してから50年経ってますけども、掘ってしまうという皇帝がねということで、まあ、ある意味ではその古代のローマの時代から、まあ、中世のキリスト教の時代に移り変わるちょうどね移行期の、まあ、なんていうのかな淡いの時代っていうか、まあ、そういったものを象徴するものなのかなっていうふうに思いますね。まあ、一応これはなんか説明もちゃんと書いてあって歴史的な遺産という感じがしますよねというかなんかこれすごいですね。これあれじゃないですか、これキーローじゃないですか、このキリスト教の象徴ですよねこれね。キリスト教の象徴のあれだよ、ハリストスの頭文字の X、まあ、P に見えるんだけど P じゃないんだけどそれを書いたものだから、これだからキリスト教の象徴と異教の神を同じものに彫っちゃうっていう、それまずいっすよね。まあ、そういう時代だったっていうしか言いようがないんだけど、まあ、これ非常に、あ、こっちも書いてあるね、これもキーローかってことは、これがこっち何なんだ、こっちは何だろう、これちょっと分かんないですね。まあ、非常に興味深い遺跡ですね。まあなかなか普通の人見に来ないと思うんですけども、極めて珍しい家のコンスタンティノープル時代の遺跡の一つかなというふうに思います。